ナミさんどうもおはようございます。速稼塾の久保です。今ね朝5時なんですけども、スーパーに買い物に行きまして、でこうね、とんかつ用の豚肉を買ってきたんですよ。私これが好きでね、これをこうやってステーキのように焼くわけですよ。でこうやってハサミで切ると内側が焼けてるのがわかるでしょ。しかもこれで食べやすくなるわけですよね。やっぱこうフォークとナイフで食べるような時間帯じゃないんで、こうやって私の朝食はお肉によって始まる日もあるよってことですね。はい、すごい。でもね、この豚肉っていうのは水を含んでるんですよ。こうやってね、蓋をして焼くと分かるんですけども、かなり水が出てますよね。これをちょっとね、取らないといけないですね。ちょっとこうやって流しに流しますよ。はい、今流しに捨てました。でこの包丁も、包丁というかハサミもね、なるべく汚れた瞬間が一番落ちやすいですからね、放置しない。で汚れた瞬間が一番落ちやすい。で蓋もねこうやって洗います。よいしょ。まあこうやってね、早朝から自らの朝食作りに余念がないということですね。じゃあこの小さなお皿にお肉を入れていこうかなって感じです。で今回ね、こんな動画撮って何が言いたいのかってことなんですけども、動画を撮りながら喋るってのはどんな瞬間でもできるなと思ってるんですよ。ただナミさんもちょっとね、お困りのように深夜のソフトバンクの通信速度ってどうも遅いみたいですよね。私去年光に変えてもう困ることはなくなったんですけども、今でもソフトバンクの調子が悪いってことを聞くとね、ソフトバンクに戻ることをためらっちゃうなと思うんですよ。なんかその今ウクライナの方でもインターネットの環境が破壊されて、なんかイーロン・マスクさんがね、何、人工衛星からなんか電波を送ってるみたいですよね。でインターネット回線が回復してウクライナでもインターネットのサービスがありますよみたいな。すごいですねやっぱり、まあ、一企業というかほとんどイーロン・マスクさんのテスラカンパニーっていうのは、イーロン・マスクさんそのもの一人の会社みたいなもんですからね。本当に一人の人の意思が、いわゆるねロシア・ウクライナ戦争のすごく支えになってるっていうのは時代だなと思いますよね。もう個人が国家と戦う時代なんではないかなと思いますね。はい、ということで今回もメールの方ありがとうございました。それではいただきまーす。もうすぐライブ放送です。